東京都で昨日、新型コロナウイルスへの感染が確認されたのは91人で、前の日から70人以上減りましたが、とは引き続き警戒を呼びかけています。東京都では新たに6歳未満の幼児から80代の男女、合わせて91人の感染が分かりました。一昨日から70人以上減っていますが、とは土日にかけては検査件数が少なく、 患者が減ったわけではないと引き続き警戒を呼びかけています。これで都内での感染者は2,159人になりました。また、都は重症者が入院する病院のベッドを確保するために、入院中の軽症の人や症状がない人については、ホテルなどの宿泊施設で受け入れを始めていて、今ある100室にはすでに80人前後が入っています。 都は最終的に一0室の確保を目指していて受け入れができるホテルなどの宿泊施設をきょうから20日まで公募するということです。